こんにちは、みちーちゃんにみちーです。今回は親を連れて駿府匠塾に行ってきました。ではゆっくり見ていきたいと思います。ゆりかごがあったから乗ってみました。駄菓子屋さんにビックリマンシールが飾られてました。懐かしいお菓子とおでん売ってました。